零零七、カジノロワイヤルは、1967年公開の、イギリスアメリカ合作のスパイコメディ映画、コロンビア映画の制作。ピーター・セラーズ、ウルスラ・アンドレス、デビット・ニー・ブンタ、オールスター・キャストの大作コメディで、新人時代のジャクリーン・ビセットも出演していることで、知られる。作品は、イアン・フレミングの同名の小説で1953年に、出版された。 カジノロワイヤルを原作とする007シリーズのパロディでオーソン・ウェルズが悪役のルシフル役で出演007を名乗る人物と戦うストーリー展開である。1955年、まだアメリカでは無名のボンド小説のシリーズ1作目の映画家権をグレゴリー・ラトフが6000ドルで取得。しかし、ラトフは本作を映画化することなく1960年に 高い、その後、権利は、ハリウッドの重役であるチャールズ・ケイ・フェルドマンの手に渡り、ハワード・ホークス監督、ディ・ブラケット脚本、ケイリー・グラント主演もシリーズを立ち上げる際、主演候補にしたが、グラントの年齢も、さることながら、低予算の都合もあり、大スターのグラントを起用することはできなかった。で、映画化を試みるが、失敗。その後、イオンプロのシリーズが、 世界的に大成功したことからカジノロワイヤルを正式なボンドシリーズにしようとした。イオンプロとユナイテッドアーティストも合作の可能性を模索していたが、最終的に交渉は決裂した。交渉決裂後、フェルドマンはショーン・コネリーと接触、出演交渉をするが、当時のコネリーは半年に一回はボンド以外の役をやることで気分転換を図っていたため、連続して、 ボンドを演じることに拒否反応を示し、このオファーを断る。これらの交渉不成立の結果、フェルドマンは、コロンビア映画と契約し、本家レレ7シリーズと当時世界中を、席巻していた、スパイ映画を茶化した壮大なパロディ映画にすることに、方針転換し、4プロのシリーズでも行われていない、超オールスターの作品にすることを決意、ボンド役に、フレミングの友人で、 ボンドのモデルの一人とされていたデビッド・ニーブンを迎え、隠居久しいローボンド教という設定にした。作品公開時のニーブンは57歳、一方のコネリーは37歳で、当然、激しいアクションシーンは存在しない。もっとも、ロジャー・ムーアが最後にボンドを演じた、007美しき獲物たちの、公開時のムーアの年齢は58歳で2015年現在でも、 最高齢のボンドである。ローボンド卿は、本作では全面に立たず、ピーター・セラーズを筆頭に、多くのスターたちが、ボンドの影武者となって、画面を賑わせ、敵とスタッフと観客を混乱させる。本作は、これが本物と言わんばかりに、デビッド・ニーブン・ジェームズ・ボンドであることを強調したため、 今日でもボンドのモデルはニーブンだと固く信じている者も,も多いが、ニーブンはあくまでもモデルの一人に過ぎず、外見上のボンドのモデルはピアニストのホーギー・カー・マイケルである。さらに言えば、原作、最後の作品である黄金の銃を持つ男のボンドのモデルはまさしく、ショーン・コネリーその人である。また予告編等で出演するスターたちを紹介する旅にナレーションが発した。 イズ・ジェームズ・ボンドという歌い文句が流行し、ユナイトも、零な七は二度死ぬのポスターに、ショーン・コネリー・イズ・ジェームズ・ボンドと歌ったものの、当時プロデューサーとの関係が悪化し、契約延長の意思がなく、交番を表明していた、コネリーの激輪に触れた。これに慌てたユナイト側は、ショーン・コネリー・イズ・ジェームズ・ボンドに訂正させるという、場外戦も展開した。 零零七は二度死ぬより二ヶ月だけ早く公開された。この九百六十七年版は、イオンプロ以外によって制作された二つのジェームズ・ボンド、映画のうち最初の作品である。全体的に明らかなパロディであり、当時の一般的なボンド像を随所でからかっている。ジャクリーン・ウィセットが演じた役名は、黄金銃を持つ、男の、グッドナイトがグッドチスと茶化され、ロシアより愛を込めてで、 クロンスティーンを演じたシェーバルやドクターノーのウルスラ・アンドレスが出演し、金粉美女の大騒ぎ、ドクターノーならぬドクターノーが最近テロを計画するなど、他のレレーナな作品からのアイデアも盛り込まれたが、配給が MGM コロンビア映画へ移ったので、本作品は正式なジェームズ・ボンド映画作品としては考えられていない。一方で、バートバカラックによる音楽が素晴らしいこと。 当時の豪華な俳優たちが数多く出ていることにもかかわらず内容は脈絡のない乱痴き騒ぎを繰り広げることなどから1960年代のカオスな雰囲気が近年再評価されオースティン・パワーズシリーズなどにも影響を与えている引退して屋敷に陰性する往年の名スパイジェームズ・ボンド卿をイギリス秘密情報部長官の M と CIA、KGB フランス情報部の幹部が尋ねてきた。各国の情報部員が次々に行方不明になったため、復帰を要請するためであったが、ジェームズ教はこれを断る。だが、その直後彼の屋敷が何者かの攻撃を受けて、破壊され、M も死亡してしまった。M に代わって情報部のトップに就いた、ジェームズ教は敵を混乱させるため、すべての情報部員に、ジェームズ・ボンドと名乗らせることにする。 その一人である、ジェームズウとまたハリトの娘、またボンドは、母も学んだ東ベルリンのスパイ学校に入学するが、そこで、謎の組織スメル氏のカンブルシフルが、使い込んだ、組織の金の穴埋めのために計画した秘密オークションに、遭遇し、妨害に成功した。窮地に陥ったル・シフルは、カジノロワイヤルで、イカ様ギャンブルをして金を稼ごうとする。ジェームズは、 バカラの名手イブリント・レンブルをスカウトしており、彼もまた、ジェームズ・ボンドを名乗っているシフルと勝負することになった。やがて、スメル氏のボスであるドクター・ノアの正体と、彼のバカバカしい目的が明らかになり、最後の対決である、オード・タバタ活劇が展開する。ウィキペディア英語版によると、もともとは、ピーター・セラーズ・カズトが引退したジェームズ・ボンド卿から依頼された。 情報部員ベスパーリンドにスカウトされ、主人公の二代目、ジェームズ・ボンドとして、大活躍する予定であった。ところが当時、博士の異常な愛情、または私は、いかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったか、暗闇でドッキリ、何かいいことない過去猫ちゃんなど、主演作が立て続けにヒットし飛ぶ鳥を落とす、勢いだったセラーズは、仇役のルシフルを自分により、 大物として扱われるオーソン・ウェルズが演じることに大きな不満と恐れを感じていた。カジノのシーンで同じ画面に映ることを拒否し、実際に顔を合わせることなく一人ずつ別々に撮影して、モンタージュで処理する様プロデューサーのフェルドマンに要求した。猜疑心の強いセラーズはウェルズに対する恐怖がどんどんエスカレートしあらゆる理由をつけて、撮影をボイコット。 ついには事実上降板してしまう。困ったフェルドマンは、セラーズの出演シーンで、すでに撮影したフィルムは、極力活かし、全く別のシーンのために撮影された NG テイクでも、使えるものは、使うことにした。主役の離脱で当然上映時間が不足する事態が、発生。フェルドマンは新たに、ジェームズ・ボンド卿が何人もの情報部員に007を名乗らせ、 敵を混乱に陥れる。また、敵の大ボスは、ジェームズ・ボンド卿と地が繋がった意外な人物である。との設定に変更、ジョアンナ・ペティット、ダリア・アラビ、テレンス・スクーパー、そしてウディ・アレンを起用し内容を著しく改変した。結果的に本作は、クレジットタイトル上、ピーター・セラーズがトップであるにもかかわらず登場シーンが、かなり少ない上、ほとんどのスタートの絡みもないので、出番が、 大幅に追加されたデビット・ニーヴンが主演との印象が強くなった。無理やり設定を書いただけに不自然なつながりと唐突な展開は枚挙に糸まがないが公開された頃はサイケデリックブームであり従来の常識を覆す実験的な作品が出てきた時代なので観客にはアバンギャルドなコメディーとして受け入れられた。ありがとうございます。